韓国人と約束をするということは意味がない。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳朝下でございます。現在ですね、2018年3月3日です。一昨日ですね、3月1日っていうのは韓国においてですね、三一独立運動の記念日があるわけですね。ここでですね、ムン・ジェインという今現在の大統領がですね、韓国大統領が、慰安婦問題に関して日本側が解決したと言ってはいけないと。ね、加害者側が言ってはいけないんだっていうのを言い方をするしたわけですね。まあ、実際に2015年12月に慰安婦問題に関する日韓合意というのを行ってですね、最終的かつ不科学的に解決したものとするということを、まあ、両政府で謳ったわけですね。であるにもかかわらず解決していないというわけですから、解決したと日本では言っちゃいけないと、なんでやねんと思うわけですけど、その解決したという合意してるんだから解決したわけですよ。で、実はですね、韓国人とそういう約束をすることに意味があるのかなと思うわけです。韓国人の場合っていうのは誠意を持って行うとですね、いわゆる彼らは誠意というのを弱みだと思う。つまり、その、彼らは弱いから譲歩してるんだっていうふうに思うわけですね。だから、いたけだかになって要求を、まあ、突きつけてくるわけです。これはですね、昔もよくあったんですね。で、1974年にですね、こういう事件があったんですね。ムン・セガン事件、文政公事件というのがあってですね、この文政公というのはですね、在日コリアンです。その在日コリアンがですね、その韓国に行って、まあ、日本の、発祥からですね、拳銃を盗んでってですね、韓国に渡って韓国に行って、で、そして当時の大統領、パク・チョンヒ大統領をですね、銃撃しようとしたんです。銃撃したんですよね。で、パク・チョンヒさんには当たらなかったんですけど、奥さんのですね、リク・ヨンスさんだったかな、いう方に当たってですね、その方がお亡くなりになっちゃったんですね。大統領夫人、ファーストレディが、まあ、射殺されたと。で、これでですね、日韓関係というのは非常に悪化するんですね。で、これには前段があってですね、実はその前年、1973年にはですね、金大中事件というのがあるんですね。で、日本にいた金大中さん、後にキム・デジュンさんですね、まあ、後の大統領ですけど、まあ、この方がですね、パク・チョンヒさんにとって脅威だったわけですね。で、あるがゆえにですね、韓国の情報機関が、日本のホテルにいる金大中さん、金大中さんをですね、まあ、拉致して、で、まあ、殺そうとしたんですね。で、最終的には、まあ、いろいろあってですね、彼は、ソウルで解放されるということになるわけですけど、で、これがあったことによってですね、日本側がですね、韓国側を非常にこう批判するわけですね。で、日本世論も、まあ、韓国の政府を批判すると。で、その翌年に起きたのがですね、このムン・セガン事件で、これは日本の発祥から拳銃が盗まれてですね、大統領夫人が射殺されるという事件ですからですね、韓国側が非常にこう態度を硬化させたわけですね。で、その時にですね、まあ、これがあったのが、1974年の8月15日、今からの幸福の日の記念式典の時に起きたんですけど、日本側と韓国側でですね、まあ、いろいろ話し合いをしてですね、まあ、日本側からいわゆる謝罪特使というのを出しましょうと。いうのが決まったんですね。で、韓国側はですね、その時に条件つけなかったんですよ。謝罪特使を、まあ、出していただけるなら条件つけませんって言ってたんです。だけど彼らはですね、その後謝罪特使を出しますって日本側が発表した後に条件をつけ始めるんです。つまり最初はね、そちらが謝罪特使を出すときに、まあ、手紙を持っていくわけですけど、その手紙の内容、文面に関してはですね、日本側に全面的にお任せしますって言ってるわけです。で、だけどですね、謝罪特使を発表した後はですね、手紙にこれ書け、あれ書けと、あれ書かないと、日本側、韓国側は納得できんぞみたいなことをですね、いろいろこう言ってくるわけですね。当時のですね、1974年の9月18日、まあ、その事件があった1ヶ月後にですね、朝日新聞にそのような記事が出るんですね。で、その中にはですね、今私が言ったようなことが書いてあるんです。日本の、まあ、外交官のコメントとして、これじゃ外交なんかならんと。もうめちゃめちゃだと。いう、まあ、コメントが載るんですね。それはどういうことかというと、その韓国側が最初に約束したことを約束守んねえんだと。最初、その謝罪特使出してくれりゃいいよって言ってたのに、謝罪特使出すって発表したらですね、まあもう撤回できませんから、そしたらあれもやれ、これもやれって言って追加で言ってくるわけですよ。お前これやんなくていいって言ったじゃんって。
ね、こうもうあのな手紙の内容はこっちに任せるって言ったじゃんって言ってもですね、まあ、いわゆる後から条件を付け加えてくるんですね。つまり、約束を守らないんですよ。そういうことを昔からやってるんですね。朝日新聞はですね、そういう経緯を書いてですね、最後にこう書くわけですね。これは日本の外交当局が甘いんだと。韓国側のやり口っていうのはもう分かってんじゃないかと。こんなことで何度も騙されてみたいなこと書いてあるわけです。つまり1974年、今からまあ40年以上前の段階でですね、韓国というのは前言を翻して約束を守らないということが、あの朝日新聞にもちゃんとこう書いてあるようなですね、まあ、いい加減な輩だということなんです。で、それがなんで今でも同じことやってんだっていう話なんですね。彼らは信用できないんですよ、嘘をつくから。そしてそれが当たり前だと思ってるんです。約束を守らないんです。嘘をつく約束を守らないってことは、これ事実ですから、ヘイトの意図は全くないんです。だけど事実、そういうことをやる以上、我々はですね、それを心づもりを持っておいて彼らと対応しなければいけない。彼らは嘘をつく、約束を守らないんだよということをですね、私たちはこう肝に銘じておかなきゃいけないわけですよ。だから誠意を持って対応するっていうことは意味がないんです。詐欺師に対して誠意を持って対応して何か意味がありますか？詐欺師の人は大体言うんですよ、ね、私を信じてくださいというわけですね。で、相手を信じちゃう、そうすると盗まれるわけですけどね。で、同じようなことを韓国は国を挙げて政府を挙げてやってるわけです。だから信用できないんです。今回のですね、日韓合意に対する、まあ、ムン・ジェイン政権の対応、まあ、これはムン・ジェイン政権じゃなくても、他の人になっても同じようなことだったと思いますけどね、彼ら自身は反日をやるのっていうのが、反日が面白くて楽しいからやるわけであって、そういう、まあ、韓国国民がそれを望むんですね。だからその、一応彼らは民主国家ですから、韓国政府もそれを否定できないわけですよ。だから慰安婦の方は7割の方が日韓合意をですね、受け取ってるにもかかわらず、彼ら自身は、その韓国国民はそれじゃつまんないわけですね。ネタがなくなるのはつまんないわけですから、だから否定するわけです。それが現状なんです、ね、韓国は嘘をつくんだと、ね、そしてそれが当たり前なんだと、それ当然なんだという心づもりを持たないとですね、またこれからも我々は騙されるんだろうなと。1974年の朝日新聞が言ってるように、1974年9月18日の朝日新聞2面が言ってるように、そんなこと昔からやられてるじゃんというようにですね、昔からやられてるじゃんというふうに書いたのが40年前なんです。私たちはそれを肝に銘じなければいけないなと思うわけですね。動画をご覧いただきましてありがとうございます。また下の方にですね、ブログ、ツイッター、LINE アットのですね、登録アドレスを入れてありますので、ぜひ登録していただければなと思います。こういうような情報をぜひ提供していきたいなと思います。最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。